ということでですね、はい、ということでサンセットラウンジ、最後よかったね、雨降んなくて、ね、降りそうな、もうギリギリね、やっぱここで弁天様がついてるので、そうよ、音楽の神様がついてるんでね、そう、もうほんとここ守られてます、守られてますね、もうほんとね、雨がこうギリギリな感じで小田原降ってたらしいから、あ、ほんと本当にね、なんとか、エリさんも今日ね、なんか MC やってもらったの、失礼しなかった MC って、うん、ヨーヨーみたいな、やってきて、いやそっちじゃねえレペセンションだ、ね、やってもらってですね、まあこういう感じですね、サンセットラウンジ、ほんと残念ながら、あのヌジャベストリビュートというのは、これは、あの今音楽配信してないんですけども、うん、そうね、これは生で聴いてもらいたいという、そうです、ね、あのアーティストサイドの意向もあり、あのここはあの残念ながら配信できないんですけれども、うん、あのたまたま、じゃあここに、じゃあ、あの井上かおるさんが井上かおるさん、おいで、ほらおいで、おいで、おいで、ね、ええ、はい、井上かおるさんです、井上かおるさんです、はい、あ、井上かおると申します今日はオープニングオーロラアコースティックで参加させていただきました。よかったですよ。本当ですか？本当よ、私が嘘つくわけないでしょ。すいません本当に、ね、怖いです、すいません、先輩すいません、いやいやいや、はい、本当良かったです。なんかあの今日は感想どんな感じで、なんていうか、塩にやられてますね。塩にまずすいません、錆びちゃったの、錆びて、錆びてるんか、小出しにやんないと、これからね、深夜2時から DJ があるって。あ、そっかそっかそっか、まあ休みやってたんですけど、なんだかんだで楽しんじゃいました今日、ね、本当にありがとうございます。まあ、今回ね、そのサンセットラウンジという形で新たにあの立ち上げるところで、うん、あのカオルさんにはまあぜひできていただきたく、うん、それで来年はちょっとメイン の、うん、あの盛り上がるところのところでライブをぜひお願いしたいと思って、うん、あのオープニング役でもいつでも、オープニングは、まあ、今回やったから、あの次はもうあの最後のラストところで砦で、オープニングかラスト得意ですよ、どっちかどっちか、初めか終わりみたいな、ということでですね、うん、まあ今あのちょうどヌジャベストリビュートね、あ、はい、ありがとうカオルさんでした、カオルさんでしたね、ということでですね、まあ最後のライブこれから始まって、はい、まあ、残念ながらこれ配信はないんですけれども、あの今日はどうでした、なんかいろいろ見てエリさん的には、なんか気持ちよくしてましたよ、なんか珍しくお酒も飲んじゃって、あ、飲んだの、うん、禁酒だったんじゃないの、なんかね、カルピスだと思って飲んでたの、あ、カルピスだと思って、そう、で、カルピスはいって言われたから、あ、カルピスだと思って飲んでて、うん、途中で小町ちゃんに、ゆり、うん、さん、お酒飲めるんですかって言われて、うん、酒って、カルピスサワーでしたなるほど、かなり酔ってしまいました。それをね、その禁酒を溶かすぐらいな雰囲気があったと、そうね、気持ちいいです、まあエリさんも楽しんでいただけました感じでですね、はい、これ閉めちゃっていいんですかね、閉めちゃっていいみたいよ、なんですか、あ、学生にね、あ、最後ね、学生が閉めだそうなんでね、ということでですね、そうそうそう、三浦さん、三浦さん、相馬さん、三浦さん誰ですか、あなたは、安西さん、あ、安西さん、安西さん、はい、ありがとうございました、ということでですね、次は次回告知をしないといけない、はい、次回告知は9月23日、そう、はい、サンセットラウンジ次回やりますのでですね、これもまたちょっと出る感じです、まだ何も決まってないですけど、これから、ね、フェンサー君とやり取りしながら、フェンサー小町アフラ、そう、発表しちゃいます、そう、今初めて発表、フェンサー小町アフラ、何ですかそれって、それ、うん、最高です、それ、そう、最、その時見に行きます、井上かおるが見に来ると言っております、そうですよ、というぐらいですね、最高な、ノーと言えよ日本人ですよ、チーンで、あ、だいや、こまっちゃうのということでですね、はい、あの9月23日もやりますので、ぜひあの遊びに来てください、はい、来てください、はい、ということでマイクはお渡ししてよろしいんでしょうか、いいディレクターの方、はい、ということで、あとは、ありがとうございます、 あと僕はあのこれからなんかね、またいろいろ仕切りがあるんで、よろ、あと、そう、お疲れ様でした、ありがとうございました、お忙しい中、はい、よしばさんでした、しばさんでした、はい、じゃあ安西くんも、いやいや、せっかくスタッフとしてね、あれだったので、みんな、ね、どこの学校だっけ、産業能率大学です、産業能率大学、はい、伊勢原にキャンパスがあります、じゃあみんなそれなん、はい、そうです、で、うん、2年生、3年生、ね、3年生で、はい、まだ19だって、まだ10代です若っ
若いです。いや、今日一日どうでした？感想。今日一日、いや、なんか貴重な体験をさせていただいてすごい楽しかったです。ありがとうございました。まあインタビューとかには顔を出してないんですけど、ライブ模様の撮影をまずっとやらせていただいてて、まあすごい面白い経験ができてよかったです。80年代のアイドル風にね。そうそう、かわいい感じでね、ちょっと。はい、エリさんは今日一日どうでしたか？フラフラしてましたよ。なんか楽しんでいただいて、あちこちと、あんまり私あんまりこういう場所であっちこっち行かない人なんですよ。じーっと同じ場所にしかいないんですけど、多分今日自分が出番じゃないんでヘラヘラしてられたっていうか楽しんでられたんで、はい、いつもなんかちょっと緊張じゃないけどピリピリし、自分の中でピリピリしてるんで人にあんまり会わないようにしてる。ライブ終わったらできるけども、ほうほう、人に会うことがね、会う、まあ、ライブの前はちょっと一人で結構こうってなっちゃうんで、うんこんな風になんか楽しめる久しぶりかなって。ああよかったですね。じゃあ、うん、今回は MC ということで次回は歌っていただけるということですね。あおやっぱり日本で、さそうそう、はいはいはい、どうぞ。はい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 、はい、小島大輔です。ついに来てしまいました。決まりました。あ、はい、これアイラブショーダアイラブショーダ。え、どこで売ってんのこれ。これ下で売ってますよ。ああ本当にそういうとこで買ったんだ。そう熱くなるなと思って熱くなるな汗かくから着替え用に買ってきましたよ。いや似合う似合う、何でもありがとうございます。いや先生お邪魔しました。そう、小島大輔さんでした。ねえ、じゃあちょっと三浦さんに締めてもらうか。はい、誰かに、誰か、あ、プロデューサー、アシスタントプロデューサーのね、アミちゃんがいるので、うん、またお話まだ伺ってないので、はい、最後可愛く締めてねもらって、今回のイベント、あと次回の告知も兼ねてですね、はい、はい、お願いいたします。あ、次回言ってましたよね、さっき。次回のは9月23日です、うん、コマッチバンドとか出る。はい、出ますですよね。エリさんも出るんですよね。コマッチバンドっていうよりフェンサー、フェンサー君、そうそう、ね、フェンサー、はい、そう、なんだっけ、なんかあるのユニットが、はい、もうやーな、年取るとそういうね、横文字覚えられないの。あれ怖いな、カタカナがカタカナはわかんないっすよ。楽しみにしてます。もうエリさんファンなんですよ、前から。そんな若いのに珍しいですね、はい、本当に本当にということで、というわけでアミチョコでした。はい、何も言ってない、何も話してない、あ、今日の感想。あ、今日は暑かったですね。小学生みたいなコメントやめて。カンペないよないよ、カンペない楽しかったです。アミチョロでした。はい、ありがとうございました。かわいい、はい、アミチョロかわいいからいいよ、ね、うん、アミチョロでした、はい、ありがとうございます。でももういいですかね、皆さん行っちゃってください、はい、今日はね、私この江ノ島のイベント、ライブイベント自体、まあ、スタッフとしても初めての参加で、お客さんとしてこうあんま来たこともなかったんですけども、まあ天気もよく、まあ、日にめちゃめちゃ焼けてしまったんですが、楽しませていただきました。でもちょうどよく涼しいよ。そうですね、そんなもんですか、ね、カンカンな恐ろしい感じではなかったし、なんですか、気持ちよい感じですね、はい、でまあユースト配信、まあ、今回やってですね、次回もユースト配信しますよ、しますするってするので、ぜひ会場にもユースト配信も見ていただきたいなと思いますので、うん、見てね、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。今日はありがとうございました。はい、じゃあ皆さんで、はい、ありがとうございました。